先輩、草原で1話でのんびりして何してるんですか？草原で1話でのんびりするのが好きなんだ。空き時間は有効活用した方がいいですよ。効率的に生きればスムーズに目標を達成できますから。それもそうだな。でも何をしたらいいかわからないんだよ。こんなのどうですか？英会話にジム、自己啓発に難関校受験、脱毛、ダイエット、債務整理なんかがおすすめです。電車の中吊り広告か、お前は。でもわかった。時間を有効活用するために何かしらやってみるよ。気が変わらないうちに始めましょう。My name is Dave Dory. What's up?空き時間を有効活用したおかげで完璧な英語と肉体美を手に入れましたね。さあ、これで先輩はスキルを身につけた完璧で最強の鳥です。次の目標を達成するために行動しましょう。俺の最大な目標は昔から決まってるんだ。草原で1話でのんびりすることさ。先輩は欲しいものをすでに持っていたんですね。